ネットスケープシリーズとは、ジム・クラークと NCA サモザイクの開発を抜けた、マーク・アンドリーセン、ジェイミー・ザ・ウィンスキーらによって開発された、ネットスケープコミュニケーションズのウェブブラウザである、ネットスケープナビゲーターを起源とする、ウェブブラウザシリーズである。日本では、ネスケや、NN といった略称でも呼ばれた。2008年2月をもって、サポートを終了した。 ネットスケープナビゲーターのバージョン4以降は、ネットスケープナビゲーター単体での配布以外に、電子メールクライアント、ウェブページ作成ソフトなどをまとめた、ネットスケープコミュニケーターとしても配布されるようになった。なお、ネットスケープコミュニケーターは、バージョン6から、名前がネットスケープに変更され、同時に、旧版のネットスケープナビゲーターも、名称をナビゲーターに変更されている。また、 バージョン8では名称がネトスケープブラウザーへと変更されたがバージョン9では再びネトスケープナビゲーターとなったただし6や7時折8も初期版の名称をネトスケープナビゲーターで呼ぶユーザーが存在していたセキュリティホールの修正は修正パッチが配布されるインターネットエクスプローラーに対しネトスケープナビゲーターはバージョンアップすることで対応していた ネットスケープナビゲーターはバージョン1.0から4.8までのウェブブラウザの名称である。最初のベータ版リリースは1994年。ネトスケープの初期の開発者の多くが開発していた n c エ s サモザイクの開発元である米国立スーパーコンピュータ応用研究所から法的な異議申し立てが届いてネットスケープナビゲーターと改名するまでは モザイクネットスケープとしてリリースされていた。ウェブブラウザの解明と同時に会社名もモザイクコミュニケーションズからネットスケープコミュニケーションズに解明された。ネットスケープナビゲーターは非常に高機能で簡単に使えたため、まだベータ版であったにもかかわらずマーケットリーダーとなり短期間でシェアを獲得した。ネットスケープナビゲーターの機能の数とシェアは バージョン2.0リリース後にもどんどん伸び続けた。バージョン2.0ではネットスケープメールという名称の電子メールクライアントが追加されたためネットスケープは単なるウェブブラウザからインターネットスイートへの変貌を遂げた。この時点ではネットスケープナビゲーターという名称はウェブブラウザ単体とインターネットスイートの両方を指し示す名称だった。また、それと同時期に AOL はインターネットエクスプローラーと共にネトスケープ、ナビゲーターのバンドルを行い始めた。バージョン3.0はインターネットエクスプローラー3.0という初めての本当の競争相手と対峙することになった。しかしネットスケープ社はマイクロソフト社の挑戦を跳ねつけ、当時最も使われたブラウザであり続けた。 バージョン3.0でウィジーウィックの HTML エディタの機能を持つゴールドバージョンが提供されていた。ネトスケープ3.0は新しいプラグイン、テーブルの背景色、アップレット要素やアーカイブ属性などの多数の機能を導入した。ネトスケープナビゲーター3は大成功を収め、当時誰もが認めるウェブブラウザの巨人となった。最終バージョンは3.04である。 バージョン4では、インターネットスイートの名称を、ネットスケープコミュニケーターと改名し、ウェブブラウザ単体と名称が混乱する問題を解決した。なお、ネットスケープコミュニケーターに同梱されている、ウェブブラウザの名称は、ネットスケープナビゲーターのままであった。1996年から1997年にかけて5つのプレビュー版をリリースした後の1997年6月に、 ネットスケープコミュニケーターの最後のバージョンがリリースされた。このバージョンの新機能としては CSS1 のいくつかのプロパティのサポートや最小限のダイナミックフォントのサポート、独自拡張の HTML 要素がある。激化するインターネットエクスプローラー4との競争やウェブブラウザの基幹部分が時代遅れだという問題があるにもかかわらず、この新しいインターネットスイートは成功した。 このネットスケープコミュニケーターは、ウェブブラウザのナビゲーター、メールクライアント兼ニュースリーダーメールニュースグループス、アドレス帳、HTML エディタのコンポーザーで構成されている。1998年10月、ネットスケープコミュニケーター4.5がリリースされた。このリリースでは、特にメールクライアント、ニュースリーダーのコンポーネントについて様々な機能の向上が行われた。 しかし、ウェブブラウザの基幹部分の更新は行われず、基本的にはバージョン4.08と同様であった。このリリースから、ほんの1ヶ月後の1998年11月に、ネットスケープコミュニケーションズは AOL に買収された。スタンドアローン版のネットスケープナビゲーターはまだ利用可能だったが、マイクロソフト Windows 用のバージョン4.08より、 後のバージョンはリリースされていない。また、ユニックスやリナックスなどの他のオペレーティングシステム用のスタンドアローン版についてはバージョン4.8まで保守された。1998年1月、ネットスケープコミュニケーションズは将来のすべてのバージョンを無償で提供し、コミュニティによって開発と保守を行うと発表した。これが後のモジュラーアプリケーションスイートである。そして、 ネットスケープコミュニケーター5.0が発表された。しかし、元にしたソースが長年使われ複雑化していたために、ネットスケープとコミュニケーターのメジャーバージョンアップのリリースに重大な遅れが生じた。その結果、インターネットエクスプローラー4から本格的に始まった HTML4 や CSS、DOM、JavaScript の高度な実装を経て、 インターネットエクスプローラー5.0はマーケットリーダーになった。1998年11月、ネットスケープ後の開発を中止し、全く新しいプログラムをゼロから作成することになった。ここでソースコードのつながりが全く失われてしまったことと、マーケティングな意図も含めて次にリリースするバージョンは6になる。このためバージョン5は幻のバージョンとなった。ちなみに、 そのソースコードは、Modzilla Classic ララと呼ばれ、現在でも m o d z l a o r g のサイトからダウンロードすることができる。2005年から2007年にかけて、ネットスケープブラウザーという名称のウェブブラウザーがリリースされた。AOL は比較的成功している Modzilla Firefox をネットスケープブラウザーのベースに選んだ。このリリースは、従来のようなインターネットスイートではなく、 単一のウェブブラウザだった。また、論争を招きそうな変更点としては、Windows のみを対象として作られており、HTML レンダリングエンジンとして、以前のバージョンでも採用していた、結構以外にインターネットエクスプローラー用のトライデントの両方を使えるように実装されている。AOL はネトスケープチームを解雇し、m ー r ュ u ア i a l Communications に開発の外注を行った。 ネットスケープコミュニケーションズは数年前に買収されていたため、この解雇もそれほど驚きではなかった。バージョン8.0から8.1にまでに存在した一般的なバグを修正したネットスケープブラウザー8.13は2007年4月3日にリリースされた。2007年1月23日、新しいスタンドアローン版ウェブブラウザのネットスケープナビゲーター9のリリースが 表明された。このバージョンでは、ニュースフィードのサポートや、ウェブページ上での議論、投稿、投票手段を強化し、インターネットポータルプロペラとの統合が強化されている。また、再び Windows、Linux、MacOS 10をサポートする、マルチプラットフォームとなった。このバージョンは、モジラ Firefox 2.0をベースにしており、Firefox のアドオンや NetScape が提供している。 プラグインを完全サポートしている。また、このブラウザは2004年以降初めて社内のプログラミングスタッフによって作られた。最初のベータ版は2007年6月5日にリリースされた。最終バージョンは2007年10月15日にリリースされた。2007年12月28日、ネトスケープ全バージョンのサポートを2008年2月1日をもって終了すると、 ネットスケープ公式ブログで発表された。ネトスケープ公式ブログでは利用者に Firefox への移行を促している。その後、ネットスケープから Firefox や Flock への移行機能を追加する関係から開発、サポートの終了が1ヶ月延長されることが発表された。なお、この動きを受けてモジラジャパンではネトスケープから Firefox ック u やサンダーバードへの移行ガイドを公開している。また、サポート終了後には、ネットスケープ日本語版公式ページ上でも同移行ガイドが紹介された。2007年11月15日に開発元のブログにおいて、ネットスケープメッセンジャーの名前を冠した電子メールクライアントの開発の公表と最初の評価版にあたる 9.0α1 が公開された。 2004年8月の7.2から途絶えていたネットスケープブランドのメールソフトは3年ぶりの復活となった。また、メッセンジャーの名前は1997年のコミュニケーター4.0の頃にメール機能の名称として採用されていた名前であり、2002年の4.78から実に5年ぶりに名称が復活した。メッセンジャー9はモジラサンダーバード2.0。 0.9をベースとしており、ナビゲーター9同様、サンダーバード 2.00X の拡張機能をサポートし、Windows 以外の環境もサポートした。AOL インスタントメッセンジャーのアドレス帳との統合機能が実装されていた。しかし、AOL がネットスケープの開発終了を宣言したため、メッセンジャーは正式版のリリースがなされることなく、役目を終えることとなった。 ありがとうございます。